春藩楼は、山口県下関市阿弥陀寺町四の二にある、割烹流館である、株式会社春藩楼が運営している。1895年、日清講和談判場都市時の全県、伊藤博文等が、新国施設、理工省等と会見し、日清戦争の講和条約である、下関条約を締結したところである。赤間神宮、安徳天皇御両に隣接し、 関門海峡を望む高台に位置する。この地はもともと阿弥陀寺の法上のあったところで、同寺が廃寺となった後、中津藩の岩海富士の元陽が買収して、1877年に委員、ガツハロー委員を会員していたところであるが、玄を亡き後、未亡人、道が旅館兼料亭として、伊藤博文の命名により創業を開始したものである。 1888年には伊藤により解禁となった、フグ料理工巨大1号店として、あるいは1895年4月17日に、締結された日清講和条約の締結会場としても知られる。毎年4月17日の記念日には、当時の使用器物を陳列し、断板状の情景をそのまま一般に縦卵させた。大正時代、経営者死去により廃業の危機に陥る。 地元下関の名士林平志郎が1922年、春潘楼の土地建物営業権を当時15万円で買い取り、伊藤美代辞所の日清講和記念碑を建立。1945年、空襲で家屋消失。戦後は、地産東刊ジェネラスコーポレーションが再興し、運営していたが、株主である地産の会社構成法適用に伴い、2003年10月に、 分社された後、2004年9月に、オリックス不動産に株式が譲渡された。この経緯もあって、法人としての株式会社春藩老の本社所在地は、東京都港区となっており、下関市での旅館業のほか、各地で料亭の運営に当たっている。昭和天皇、皇順皇后が二度宿泊している。敷地内に、日清皇和記念館、伊藤博文、 むつむねみつの共造、講和条約時、李工省が宿泊した隕接寺へは、敷地内より李工省道が続く。ありがとうございます。